やあ、みんな、夜語りとばりだ。キズナあかりです。とばりお嬢様にお仕えしとります。使用人の黒里うずきと申します。毎日、湿度は、高いは暑いはでやってられないので、今日から我々も水着だ。とばりちゃんの水着、お姉さんっぽくて素敵だね。あかりちゃんの水着も、すごく似合ってるぞ。まさか僕も水着差分をいただけるとは思いませんでした。黒里と私の水着は、当初、もっと過激なデザインだったんだが、いろいろとまずそうだったので、修正してもらったという経緯があるぞ。悲しいな、まあ、仕方ないですよね。さて、今回遊ぶゲームはこちら。ジョージ&ザ・プリンターだ。ジョージとプリンターという意味ですか。この緑色の人がジョージですね。左のプリンターは、どうして延々と紙飛行機を飛ばしてるんでしょうか。詳細はプレイしていきつつ確認していくか。これが、今回の動画の注意事項だ。それではゲームスタート。まずは、周囲のものを調べることから始めましょうか。まずは、壁のコルクボードに貼ってあるメモから確認だ。これは電話番号のメモなのか。電話番号がわかる相手は、秘書か、助手、お母さんですね。このメモ、下の方が破れてしまっているな。もしも、修理業者の番号がわかるんであれば、プリンターの修理を頼めるかもな。他に調べられるものはあるでしょうか？デスクのパソコンも調べられますね。下の方にプリンターアイコンがあるな。フォルダには何か入っていますかね？特に何も入っていませんね。おい、プリンターのジョブがやばいことになっているぞ。148万枚印刷することになってる。ここで印刷自体をキャンセルしたらどうなるんだろ？一体どうなっとんのや。これだけで印刷が止まるとも思えないな。ゴミ箱には何か入ってない？空っぽのようです。やっぱりプリンターは止まっとらんな。完全に壊れとりますわ。おや、デスクの上に犬の写真が飾ってあったぞ。かわいい、目がキラキラしてますね。うむ、他には何か。あんまり役に立ちそうなものはないな。とりあえず、メモに書いてあった電話番号を全部に片っ端から電話かけるか。お母さんに電話しても意味があるかどうかは微妙ですが、意外と解決法を知ってる可能性もありますね。まずは電話の横に貼ってあったボスの番号から。おかけになった電話は現在話し中です。ダメか。めげずに行きましょう。次は秘書課にかけてみます。秘書課は4889やな。ごめんなさいジョージ、今あなたに渡せるものは何もないの。秘書課では郵便物とかを預かっといてくれるのかな。次は助手に電話ですね。同僚でしょうか。助手の番号は1293やな。時代はペーパーレスだし、プリンターなんて異物、物理破壊しようぜ。もしもし。お、電話に出てくれました。はは、了解。今ちょっと都合が悪いんだ。後で電話をくれ。これは、都合がようなるタイミングは一生後編でしょうね。多分、後で電話をかけたら出かけてるか、打ち合わせかで一生捕まらんパターンだよ。まあ、紙飛行機を吐き出し続けるプリンターの不具合なんて、そうそう治らないでしょうけど。次は主人公の母ちゃんです。プリンターに、残り物の味噌汁かけたら治ったとか教えてもらえる可能性が。それ物理的に破壊してます。はい。電話には出てくれましたね。あら、ジョージなのね。この感じはどうだ。ごめんね。今トンネルを抜けるところだから。後で電話するわね。運転中ということでしょうか。これで電話番号がわかる相手には一通り電話はしたわけですが、プリンター買い替えた方が早いまであるな。そういえばこのゲームの電話番号ってみんな4桁ですよね。プリンター自体にも4桁の数字ってついていませんでした。確かに2948という番号が。コンセントを抜いても意味はなし。それじゃあプリンターの2948に電話をかけてみるか。もしかしてプリンターがお話ししてくれたりとか。おいおい、プリンターに電話はかけられないぞ。ダメでした。うまくいくかと思ったのに。仕方ない。こうなったら、プリンターに物理で干渉しに行くぞ。ボタンを押していますが、聞いとる様子はなし。もう一回だ。今度は強めに叩いてますね。こちらの糸を嘲笑うかのように大量の紙飛行機を吐き出しとりますね。おや、だが、もう一回強めに叩いたら、紙飛行機じゃなくて折られていない状態のまっさらな紙を飛ばすようになった。進歩したんですかね。主人公は一瞬笑顔になりましたけど、すぐに真顔に戻りました。元の位置に戻りましたね。うん、デスク横のゴミ箱が調べられるようになっているな。あ、これってメモの下半分じゃないですか。おそらく3392というのが修理業者の電話番号だろう。修理業者ならさすがになんとかなるでしょう。こちらは修理サービスです。どのようなご用件でしょうか。ようやくか。プリンターの問題ですか。番号は2948です。おや、黙った。2948だって。またあのか、呪われてるんじゃないのか。もしかしてよその2948もおかしいのか。お客様の PC で起動できるプログラムをインストールしておきますね。これは遠隔でパソコンにインストールしてくれたってことでしょうか。確認してみますか。果たしてうまくいくのか。ドキュメントフォルダの中かな。開いてみます。このプリンターフィックスエグゼってやつか。っていうか、ここのオフィスまで出張してきてプリンターの様子を見てくれるわけじゃないんですね。おい修理業者、直ってれんやん。うん、
業者の示してくれたやり方でもダメか。どうする？何か使えるもの。うん、この青色のカットは。あ、おま、コーヒーをプリンターに。コーヒーをぶっかけたのにまだ紙を吐き出し続けていますね。電話だ。誰からだ？電話に出ます。それでプリンターの調子はどうだ？ボス、プリンターが言うこと聞いてくれません。買い替えません。コーヒーってどういうことだ？本気でぶっかけたのか？コーヒーぶっかけたけど元気に紙を吐き出し続けてるぞ。か、わかった。引き出しに USB キーがある。そいつなら永久にプリンターをシャットダウンできるだろう。引き出しってこれか？ USB キーって言ってましたよね。ありましたね。これを PC にさせと。一体何が入っているんだろうか？ PC を確認してみましょう。お、USB だ。読み込ま。おい、なんだこのデスプリンターオートキルエグゼとかいう物騒な名前のエグゼファイルは？ドクロのアイコンなんですけど、本当に使って大丈夫なんですよね？必死な感じの確認メッセージが出てきよった。だが、ここでプリンターをぶっ殺さないと、もちろん答えはイエス。すっごい念押ししてくる。ですが、やるしかないでしょう。おう、お前、散々暴れておいて命乞いか？人間様に逆らうんじゃないよ。全部イエスを選択したんですけど、これどうなっちゃうんですか？うわ、なんだこいつ？ミサイル射出し始めたぞ。ミサイルがケツに刺さりそうなので少々ずれました。まだ頭に刺さりそうな位置ですけど。とりあえず鉛筆立てを投げつけてみたが、ダメだ、全然止まりません。次は電気スタンドです。どえらいことになった。コンセント抜いて次はゴミ箱をぶつける。あれ止まった。紙飛行機が。犬の写真立てが落ちて。あっ、ちょっと主人公が泣いちゃったじゃないですか。いや、これは覚醒した。とうとう容赦なく椅子と奏でつけるようになりましたね。パソコンのディスプレイをぶつけましょう。引き出しの後ろに消火器があったぞ。ああ、もうめちゃくちゃですわ。プリンター撃破完了しました。人類の勝利だな。うん、結局プリンターはなんで暴れとったんですかね。働かされすぎやったからストライキのつもりで。同じ機種のプリンターばかり反抗的な態度をとっていたっぽいのが気になりますね。深い意味はないのかもしれないけど。写真立ての犬は主人公が可愛がっていたけどお亡くなりになっちゃった感じなんだろうか。どっこいショット。グラフィックといい、内容といい、可愛いゲームでしたね。うちの職場のプリンターも最近機嫌が悪いんだよな。こうなる前に意思の疎通を図っておくか。ペーパーレス化が進みつつあるとはいえ、まだまだ請求書などを紙で欲しがる会社もありますからね。ドバリちゃんの職場のプリンターくんが忙しすぎて闇落ちしないように祈ってるね。うむ、そうだな。せっかくの機会だし、我々の水着のアップでもお披露目しておくか。そうだね、せっかくだし。それでは場所を移動しましょう。うん、いい天気だな。ドバリちゃん、後で一緒に泳ごうよ。僕は砂浜でビーチパラソルとお飲み物の準備をしてまいります。それでは。ありがとう、頼んだぞ。あのさ、ドバリちゃんってやっぱりすごくスタイルいいよね。羨ましいな。あかりちゃんこそ、そういうデザインの水着はスタイルが良くないと着こなしが難しいと思うぞ。似合ってるしすごく可愛い。えへへ、褒められちゃった、嬉しいな。あ、黒里がジュース用意してくれてるからこぼさないようにな。白だから目立つぞ。わかってるよ。よし、パラソルの準備はこんなものか。お二人が楽しそうで本当によかった。それでは皆様ごきげんよう。熱中症や夏バテにはお気をつけください。黒里さん、ジュースだけじゃなくてアイスもありますか？私もアイスくれ。ガリガリ君が食べたい。はい、ただいま。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。またな。チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。